おはようございます。ニスもチームに移籍して3戦目でこうやって優勝することができて、まあ僕あんま泣くことないんですけど、久々に泣いちゃいましたね。 It was an incredible weekend for us. Since yesterday in the qualifier we got the pole position, the car was working really well. The last time I won in Super GT was when I won the title in 2012 and it was here in Autopolis, so for me it's a very lucky track. 僕だったらモーラで初の表彰台っていうところは嬉しいし、やっぱり家庭だかなっていうのはねあるんですけど、でもここからまたシーズン中盤戦もっとプッシュして頑張っていきたいと思います。 GTR が 1-2-3 っていうことで、まあ、僕たちも2位に入れて、まあ、とても嬉しいですし、まあ、これからね GTR もにとってもミシュランにとってもすごく得意とするサーキットが続くので、これからまた頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。表彰で独占、これはもう本当に日産としてもね、ニスモスも本当に、素晴らしい結果になったと思います。僕たちも、本当に久しぶりの表彰台なんで、これ弾みに次は一番高いところいける自信になりました。 JP 選手がね、アンラッキーでオーバーテイクされて37号車、その後すごい頑張ってオーバー素晴らしいオーバーテイクしてくれて、まあ、僕のスピードにそのまま変わったんですけど、急に電気系トラブルでメーターが全部消えちゃって、でラスト3周は今度はシフトアップできない、もう本当にラッキーとして、もう1周あったら完全に抜かれてました。シリーズポイントもこれでぐんと伸ばせたし、いい週末でした。 I was hoping for a top 5 result this race andI could get the third place in the first stint, and the situation with Hiro in the end, he had some trouble, but it was just perfect to cross the line and finish in third place. So it's amazing. This was a really important result for the championship. 本当はもっと余裕を持ったワンツースリーでしたね。だけど、まあ、セーティーが入ったんで差が詰まったんですが、ちょっとハラハラしましたけど、直噴ターボ、ダウンサイジングということで環境エンジンなんですね。だから、我々としてはその環境エンジンで他社を凌駕できているというのは、まあ非常にですね嬉しいですね。この強みを生かして、まあ次戦以降もですね必ず4台のうちの1台か2台必ず表彰台に乗るように
まあ、頑張っていきたいと。勝ったぞ。